わけわからん。こんにちは、コウキ TV です。こんにちは。さあ、今日はちょっといつもと違った動画をね。今、コウちゃんはおばあちゃん家に行ってるので、その間にちょっとドッキリを仕掛けようと思います。これ、コウちゃんの大好きなマリオオデッセイのチョコエッグです。今回のドッキリは、もしもチョコエッグの中身がゆで卵だったら。まさかね、中身がゆで卵とは、どの段階でこうちゃんがえって気づくかよね、うん、ちょっと一個作ってみようか。はい、そこの蓋を開けて、これを上手に破らないように。よし、これをこんな感じ。どう？えやね。この中に直して、温度で止めときます。よし、じゃあこうちゃんが帰ってきたら、うん、このドッキリ決行してみよう。どんな反応するんやろうね、本当。楽しみやね。こんにちは、コウキ TV のこうちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回はマリオのチョコエッグ。これ全部で何個あるの？ 1、2、3。 あ、食べるチョコのことによる。こうちゃんとお母さんに1個ずつでもいい。そうか、お父さん1個で。チョコあんま食べんけど、お父さん。こうちゃん、このマリオオデッセイのチョコエッグすごいやりたかったよ。で、これは昔1個だけね、うん、買ったんよね。こうちゃんが持ってるやつはこの白いやつです。マリオオデッセイの月の国とか。ラインナップはね、全部で15種類、15種類プラスシークレットが1やけ。へぇ、スーパーマリオオデッセイ。じゃあ早速全部開けていきたいと思います。楽しみやね。開ける。ここエッグで違うんだ。ここによ、せーの。じゃあ開けてみましょう。え？え？白かったっけ？え？わ、白いやん。ミルク？白くなったん。ミルクチョコ？チョコやったよ。シークレット？え？わからん。それがシークレットなんかな、その白が。でも開けれんよ、これ。それはだって、ポンポンってやって開けるやん。シークレットは？それはシークレットなの。本物の卵。本物の卵。え？本物の卵。中入ってないの？説明書もない。じゃあ待って、じゃあ次行こう。え、ちょっとこっちに置いて。本物の卵。なんでチョコエッグじゃないの、これ。エッグやない。エッグやない。エッグやない。エッグって言っても卵やないよ。じゃあ開けるよ。エッグって卵っていう意味やけどね。いやけど、え、それも、それシークレットやないの。次は、あ、もうそれも卵。なんでだよ。でもこれおかしいやろ。
このチョコエッグ。おかしい。何がおかしかった？いや、チョコが出るよ。普通の卵やもん。だって白いなかったもん。今回はドッキリをやってみたいよ。やばい。お母さんがドッキリやるってよ。チョコエッグの中身がゆで卵が入ってたら、こうちゃんはどんな反応するのか、じゃあ本物は？本物？本物は本物であるよ。どこ？取ってあるよ、ちゃんと。本物のチョコエッグは取ってある。運が悪かったと思ってた。だってさ、いつも知らなかったもん、こんな。何、運が悪いと思っちゃった？本物の卵でズレと思った。いや、なんでチョコエッグにさ、チョコエないんかな。今日は運が悪いと思う。今日はズレばっかり引くなって思ったの。最後の一つもあれかな思ったら、最後の一つもあ、もうあったんじゃ。よし、じゃあネタバラシもしたところで、ちょっとチョコレートを、そう、チョコエッグの方持ってこようか。じゃあさ、この卵は塩つけて食べたりさ、ポテトサラダとかさ、卵焼きとかにして食べようや。卵焼きはもうできんかな、ゆで卵になっちゃうか。あ、ゆでなのか。びっくりした。チョコエッグ変わったな思った。白いチョコエッグになったのかって思った。今日は運が悪い。チョコエッグはこうでなくちゃ。来た。イエーイ。うまい。うまい。よかったね。うん。じゃあ他のチョコエッグも全部出すね。はい、全部中身を出しました。じゃあ今から開けていくね。せーの。これ相手や。あの敵。この。あ、2人目のボス。爆弾投げてくるやつ。ハリエットやったっけ？じゃあこの説明するね。ハリエット悪党が出てきてしまった。よし、できた。完成。ハリエット一つ目はハリエットが出ました。じゃあ二つ目いくよ。せーの。お、ダブった。こうちゃんが持ってるマリオ。こうちゃんの持ってるマリオや。こうちゃんのマリオ貸して。お、似てるね。やはー。これは何マリオっていう名前は？これはね、ウェディングスタイル。ウェディングね。結婚式の時のね。うん、ウェディングマリオが2人になりました。3個目いくよ。せーの、ドン。キラキラキラ。やっとキラー出た。う、マリオの帽子もある。イエーイ、すごいこれ。マリオ大変。棒がついてるよ。クラクラも何が出るか見る？見に来た。できた。クラちゃん転がすからね。押しちょうだい。ホッケーして遊ぶけんね、クラ。これがマリオのキラーです。ちょっとこれかぶしてみたい。やってん。マリオのロンカル帽子できた。ポーン、ポーン。これウェディングキラーね。うん、かわいい、かわいい。今ね、2、8、12が出た。お、じゃあ4個目いこう。せーの。うわ、なんかいっぱい出てきた。これすごい。これマリオ探検隊やん。探検家マリオ。うん、探検家スタイルって。ヤーフー、ヤーフー、ヤー。トントカーン、トント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 ント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 トゥトゥルトゥ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 。クラがマリオの靴の裏にいる。これが探検家マリオです。最後5個目いくよ。せーの。あっ
ちにいにゃ人。あっちいにゃにおった人？うん、あっちいにゃ。あっちいにゃ人。そう。これがあっちいにゃ人です。今回の5種類はこれです。スプラトゥーンの時も思ったけど、すごいよくできてるよ。細かいよね。うん。オデッセイもね、シークレット、なんなんやろ、出してみたいね。あ、貸してかな。S 出てきてない。また今度、マリオオデッセイのチョコエッグ開けてみたいです。ドッキリはびっくりしたけど楽しかったです。それじゃあ次の動画また見てね。バイバイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバイ。 Yeah!